外交案件がこれだけ目白押してございます。ユン・バク大統領の竹島訪問、さらには香港の活動家の新作レッドへの上陸、こういうものを起因させたのはそもそも日米関係を損ねたあの鳩山総理のトラストに、まさに戦争外交の破綻が今日招いている。これを改善したくして、国益を守ることは絶対できません。こういうものをプラスべく予算委員会の集中をですね、衆参ともに要求をしておりますが、ゼロ回答、自分たちのフォローをこれ以上表に出すということを恐るべか応じません。その一方でこれとは全く別の衆議院の選挙制度を変える選挙制度改革の法案を与党の案だけ、各方の民主党の案だけを審議すると、野党第一党の私たちの話を聞かない、さらにはどういう出口にするかというような幹事長会談にも一切応じないまま、強行採決をしようとしている、その姿勢はまさに国会を軽視、国会がいらないということを意味している、憤りさえ覚えているところであります。それでは岩田さんがやるんだとばっかり思ってたら超大げさじゃないですか。いや、そんなに同じのも今後どういうふうに対応されるんですか。やっぱり政府と民主党の対応がひどいですよね。選挙制度改革一つ取ってみても、その野党の声聞かなくて強行採決するとかね、その参議院で、与党と野党が逆転してるんだから、衆議院の制度は衆議院の中で出口を見つけなきゃいけないものを先送りしようというような姿勢一つ取ってみてもやっぱり許せませんし、あるいは尖閣の問題や竹島の李明博大統領の電撃訪問とか、外交がやっぱりガタガタになってる。どうでもこれもやっぱり思い返せば富山幸男総理時代の日米関係を壊したところから全て始まってるわけですね。そういうことを物々判断して終盤国会はですね、やっぱり厳しく対峙をしていこうと思ってます。マニフェストの破綻とかですね、やってないことをやるというか、この社会保障と税の一体改革を取ってみてもですね、やはりそれが正しいのか正しくないかということを国民の皆さんに聞く責任がこの内閣にはあると、そういう意味でその解散を多くの国の方々が今世論調査をすれば望んでいるわけですから、そこに野党としては追い込んでいく。その一つ、国民の方々もよく分かったんじゃないでしょうか。任せといたら領土が取られる、主権が蹂躙される、ですから一致結束して野田政権と対峙していくということで今まとまっていて、その後の話に私はなっている、極めてこれまで私も経験したことのないような状態です。